じゃあまあ今日は西尾さんと一緒に写真の話を、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何からもういろんなこと話しすぎて、ね、何から話せばいいか何から話せばいいかと言いますそうなんね。そう、僕そう、なんかその写真家の人に送ってもらった質問も写真のことが多かったんで、僕、うん、まあ、僕と西尾さんの関係上、うん、何でも聞けるかなと思うんで、ああ何でも聞ける。僕ちょっとあの何人か聞いてるんですけども、うん、今そのさっきの話、コロナウイルスで世界、うん、まあ、世の中大変なことになってるじゃないですか、でやっぱりそのコロナウイルスっていうのは見えないものだと思うんですけど、うん、でまあ、それに対する不安があったりとかっていろいろ皆さんあると思うんですけども、西尾さんが要は目が見えなくなるとき、まあ、中途失明だと思うんですけれども、はあ、そのときとかってやっぱりその不安であったりとか、どういうこと思われたのかって覚えてます？いや、それはね、はい、もうその頃が一番大変だったんで、あ、まあ、その頃あのとにかく不安だらけでしたね。そう、今のコロナと一緒で、そ、今これから先自分が一体どうなるのかがわからないっていう、そこが一番不安なんですよね。コロナだって、まあ、今回のやつはあのインフルエンザと違ってね、対処の方法が分かんないじゃないですか。その見えない不安というか、どうすればいいのか分からないとかね、どうなっちゃうのかっていう、そういうのが一番きついですね。うん、それもまあそうですね、5、6年でしたけどね。それは完全に見えなくなってからやっぱり5、6年かかるぐらいの感じですか？あ、いえいえ、もう徐々に見えなくなりますよっていう途中でね。あ、まあ一番はね、仕事ですよ。あ、その今までやってた仕事ができなくなる、でじゃあ次何やればいいのかっていうことがね、うん、何ができるのかっていうのは分かんない段階が一番辛くて、うん、でもまあ途中からね、あの、まあ、進級で行こうと思ってもう学校に入るじゃないですか、はい、でもそういったら、あ、これで何か仕事できるなと思ったら、うん、もうそれで OK になりましたね、うん、もうそこで迷いはあんまりなくなりましたね。その目が見えなくなる時の、あの、要は新旧に入るってなったのは大体どれぐらいのあれなんですか？そうだ、年齢で言えば28か、うん、28歳で、視野がどんどん狭くなってくるね、僕の場合、はい、あのこう、まあ、視野狭窄っていうやつですか？視野狭窄ですね、はい、中心部しか見えなくなってきて、周りがだんだん見えなくなってくるんで、うん、僕最初車に乗ってたんですけど、ね、はい、車で乗ってて、うん、え、ちょっとやばいなと、うん、こう横断歩道を渡ってる歩行者見えないんで、うん、右折左折でなんか引きそうになったりね、うん、雨の日めちゃくちゃ走りにくかったりね、はい、その時は営業の仕事されてたんでしたっけ？あ、技術関係ですね。あ、そうなんですね。そうし、まあ、あちこちあのコンビナートとかね、うん、行って仕事したりするんで、うん、まあ、ちょっとやばいなと思って、その頃が一番ね、もうどうしようと思ってね、それが大変ですよね。まあ、みんな同じですけどね、その頃はね。まあ、けど、そうですね、本当に今の状況とか、かぼる方って結構いらっしゃる感じですよね。それこそ仕事でっていう。そう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 。その目が見えなく、まあ、結局今の状況がどれだけ続くかも分かんないですし、うん、そうなんね、まあ、僕も結局フリーの立場でおなじみなんで。まあね、そうだよね。うん、まあ、でもその自分の道が決まってしまうかね、どうかっていうと、そこですよね。特に男性の場合はね、仕事が決まるかどうかでちょっと随分違うと思いますね。うん、まあ、決まってしまえば、うん、あ、まあ、これでいくと、収入もこれで、まあ、安定するだろうということでね。実際にやってしまえばそこで安定してきたんで、うん、まあ、そこでやっとほっと一息ですよね。あと、うん、もう別に見えなくなっても大丈夫だみたいな感じになっちゃうんで、はいはいはい、もう そうなるともう楽ですよね。うん、実際に新旧あの学校行ってる頃はまだ視力があったんで、うんうん、それで本、まあ、読んでそれで勉強できたんで、はい、試験の時もまあ普通視力使って試験できて、でその後仕事してて、そうですね、2、3年はまだ見えてましたね、普通にね。その後まで見えなくなってきましたけど、まあ、その頃はもう全然別にまあいいやっていう感じでした。そう、僕もちょっと話は違いますけど、僕も実際今コロナで仕事がまあ激減してるわけですよ、多分ほとんど大体カメラマンさんの多くは多分そうだと思うんですけど、僕も
まあ、確かに今もきついですけれども、うん、カメラマンっていうかちょっと違う動画でもアップしようかなと思ってて、あの、うん、カメラマンになりたてっていうか写真家になりたての時の方が結構きつかったっていうか、うん、あなるほどね、そう、あの、うん、なんていうんですかね、これあの僕当時そのイギリスから帰ってきて、うん、結局まだ仕事も全然ない時とかって、うん、あの土方のバイトとかをしてたんですよね。あなるほど、そう、土方のバイトとかをしてて、まあ、日雇いですね。で日雇いで、たまたまその時に一緒になった日雇いの人が、うん、その時大変ななんかあのきつい現場で、うん、買い上げって要は階段なんかそういう結構大きいもん持って、うん、非常階段とか上がってくような現場だったんですよ、うんうんうん、でそれで、きつくて昼飯になったんですけども、うん、当時というか今もフィルムで撮って写真とフィルムは作品はフィルムで撮ってるんですけども、うん、次の週にフィルムで撮る撮影があるもんで、うん、ただお金なくてその昼飯食べるとフィルム買う金がないみたいないや大変ですね。でそれで、その一緒に働いてた人も多分お金なかったんでしょうね、うん、だからもう2人とも多分まあ向こうもそうは言えないですからお腹空いてないって言って僕ら二人とも缶コーヒー1本だけ買ってそうコーヒー飲んでそう昼飯を過ごしたっていうことがあって、いや大変だね。そう、その時にもう僕はなんか吹っ切れたっていうか、あ自分はこういう写真をやって生きていくんだなっていうふうに思ったっていうか、それすごいですね。けどなんか多かれ少なかれ多分ある程度やってる人はそういう面は合ってるんだろうなと。有名なカメラマンの人で同じような日雇いのやつやってて、やっぱりペンタックスの67その人使ってるんですけども、うんうん、フィルム買うお金がないもんで普通に空打ちってフィルムがシャッター、うん、写真撮れないんですけども練習がてらシャッターを切るっていうことをやってた人もいるんで、その話は聞いたことあります。そうですか、うん、それでもじゃあそこへその、うん、山を歩いてて右に落ちるか左に落ちるかで違いでプロになれるかなれないかの違いが出てくるわけですね。そうですそうです、ね、でその当時は本当になんか写真集を出すみたいなのは決まってたんですけれども、うんうんうん、その、まあ今現状例えば写真集出したからどうなっていうそういう世界ではないので、うん、昔はやっぱりそういう本っていう媒体とか雑誌自体が日本は強かったんですけども、うん、今もそういう雑誌のメディアはほとんどないですし、うん、またちょうど多分一番の過渡期ですよね。今さらに過渡期だと思いますけども、もっとデジタルとかそういうのがあって、うんうん、雑誌がなく写真集がなくなってきてると。写真集自体はあるんですけれども、うん、なんかそういう昔だとその雑誌を発表の場にしてたっていう、ああそうカメラ雑誌ね、カメラ雑誌もありますし、はいはい、例えばなんですけどもそういうカルチャー系の雑誌でやっぱり仕事がもらえるんですよね、へー、僕よりもやっぱり10個一回りぐらい上の世代は多分そうやってでそれで名前を知られてって広告行ったりとか、あなるほど、ただ僕の世代が軒並み多分そういうのがなくなってる世代っていうか、もう本当に一部しかないと思うので、そうするとそうですね、やっぱりなかなかどうしようとは思ってますけど、そう、その時って多分西尾さんもそうですけども自分一人じゃないですか、大変なのが、そう、今、まあ、最悪言い方だけどみんな大変なのでまあそうですね、自分だけじゃないそこはなんかねちょっと安心、ちょっと安心感があるってそうですね、かなりやっぱりみんな苦労してカメラマンになってるんですね。でもカメラマンになったりするんじゃないですかね、そう、あんまだからあんまこういう苦労話はその大御所の先生から言わすとあんま言うなみたいな、要は なり手が少なくなって大なり小なりそんな甘い世界じゃないですか。あそうですよね、何でもね、何でもまあそうでしょうね、そうだから、まあ、仮にしも例えば今のこういうご時世カメラマンとしての仕事がなくなったとしても、うんうん、多分僕は写真はやっていくかなと思うんですよね。そう、なんかそれぐらいのあれはなんかあるんですよね。今カメラマンの仕事っていうのは主にはコマーシャル関係がメイン、はい、コマーシャルですね、メインですね、コマーシャル関係やってるので、まあ、昔よくあったグラビア関係の写真とかそういうのはあんまりない、グラビアとかたまに撮ったりもありますけどね、ただあんまりもうとにかくやっぱりデジカメになってまた変わってるとは思いますね、そのまあ、僕も含む技術はいらなくなってるのでそんな、そう、西尾さんじゃフィルムカメラとかは、うん、西尾さんもそうだけど撮ったのが
わ見れないじゃないですか。うん、そうですね。そう。そ, う、うん、そ, その怖さ、その怖さがあるじゃないですか。で、編集の人とかってやっぱりその自分じゃ分かんないですか。うんうん、あの多分撮った感覚としていいっていうのをなんか編集さんもああ分かりますね。多分フィルムの時ってそういうのがあるんで、カメラマンはちょっと安心はしてるんですけど、編集の人はそうじゃないんですよね。そうするとやっぱりどうしてもその職人気質じゃないですけども、そういうところが上手い人がやっぱり、うん、あの仕事もらってたんじゃないですかね。まあ今でもそうですけどね。なるほどね、うん、でもデジタルになってから変わってきたんですか、それは。あ、だいぶ変わったと思います、それは。あ、まあ、やっぱり撮ったものがすぐ見れるのと、うん、後処理でどうずっとでもできるっていう、うん、だからそうですね、テイクっていうよりもメイクは、ね、そうですね、写真を撮るというよりも写真を作るっていう、うん、ね、うん、だから フォトショップとかって写真って言わないですよね、画像処理って言いますよね。まあそうですね、そうですね、写真処理とは言わないですよね。だから1枚の画像を処理するっていう感じなんだと思いますね。簡単に加工できちゃうから、本当のそれ真実かどうかちょっと怪しいですね。西尾さん自体はその、あの目が見えてる時とかって、請願の時はそういう美術だったり写真とかって興味あったんですか？若干ありましたね。うん、写真集とかじゃなくて、あの写真雑誌とか見てましたからね。あ、そうなんですね。じゃあその当時も例えば一眼持ったりとかカメラはあったりとか。一応持ってましたけど。あ、そうですね。持ってるってだけでしたね。一応そういう土台があるっていうか。そうだね。土台って言えるかどうか、ただ持ってたっていうだけなんで。ものすごい恥ずかしい写真とか撮ってましたね。あ、そうなんですね。後で何これっていう写真ね。まあ1年で辞めましたけどね。あ、辞めたんですね。辞めたんですよ。当時じゃあなんか趣味とかは何かあったんですか？趣味はね、まあバイクに乗ってたんで、ツーリングとかは結構行ってましたけどね。まあけどちょっとアウトドアっていうか、うん、まあアウトドア系ですね、どっちかというと。だから美術系ではなかったですね、全然。見えなくなってからその絵を見たりね、はいはい、写真を見たり、なんでそっちにっていうか、なんていうんですかね。なんですかね。まあ、あの誰かとね、美術館にね、はい、見えなくなって間もない頃に美術館に誘われてね、はい、まあ行こうって言って一緒に誘われて行ったんですよ。まあね、まああの説明してくれたんですね、たまたま一緒に行った友達がね。はいはい、それ見ててね、もうなんかこう、まあ、何も僕その知らない絵を見てるうちに、その説明をされてるうちに、うん、こうだんだんこうキャンバスに絵がこう描かれていく感じになったね。あ、これ面白いなと思って、それからね、そういうのを続けてたんですよ。はいはい、それがね、まあこう割と僕多分イメージする力強いと思うんで、その頃のね、その作るっていうか絵を描くような感じになるんですね、やっぱりまさに自分が描いてるような感じになるんで、それはねすごい良かったと思いますよね。だからあれからね、絵画とか写真とか美術関係は好きになってきたんで。じゃあ今のその写真に関してもなんかイメージとしてはそんな感じですか？例えば美術館ショーみたいにその、まあ一緒に行ってくれる方が、うん、その風景となる説明すると、西尾さんの方の頭の中にイメージが出てきて、はいはいはい、でそれが西尾さんにとっていい、まあ良し悪しって分かんないですけども、はいはいはい、その審美眼的な基準が何かしらあって、いいと思うところでシャッターを押しますって、で絵と写真の違いは、うんうん、結局写真は西尾さんがシャッターを切って押してるわけなので、西尾さんの作品になるわけじゃないですか。はい、で逆にじゃあ絵っていうそのアウトプットは選ばなかったんですね。ああ、そうですね。でも僕としてはね、写真を撮ってるというか絵を描いてるような感じなんですよ。どっちかというと最初にね、あの最初に自分でこういうイメージっていうのがあって、でそれを撮りに行く感じですね。あのまあたまたま行っていいなっていうのを説明してもらったらそれを撮るってこともありますけど、ね、でそれもね、まあ、人が見た写真なんで、人が見た風景なんですね、どっちかというと。で人が説明されて、例えば今回の桜なんかでも、こう撮りに行っていいなって言ってそれを撮るじゃないですか。それもね、いまいち僕の写真ではないんですよね。でその写真を また別の人に見てもらって、でここがこうだ、ここがこうだっていう、まあ、今回キーワードは雨だったんですね。で 雨いいなと。じゃあ次に雨の時に僕が行って、
僕がこういうイメージで描いた写真を撮ったらそれがやっと多分僕の写真になると思うんですね。だから僕はたくさん見ないとダメです。時間をかけて何回も何回も同じとこに行って、あ、うん、それで、あ、これこれこれとこれとこれと組み合わせてこういう自分の中にイメージを作っていくと、それがね多分自分の絵だと思うんですね。でそれでちょっとそれからあの人にお願いしてこういうシチュエーションでこういう環境で撮って写真が多分だんだん自分の絵になってくると、うん、そういう感じですよね。うん、だから普通に見えててパッと行っていいなって撮るのとは随分違うと思います、僕の中のイメージとね。で時間かかるんです僕の場合、でもねその時間をねかけるっていうことがねあの僕にとってはすごく大事なことだったんです。ん絵を見るとか写真を、まあ、撮るとかもそうですけどね、ともかく時間をかけるっていうことがねすごくね、その、なんていうか厚みというか、その幅といいますかね、豊かさのね、なんかそういうものになってたような気がしますね。そうですね。じゃあこれ動画であれなんで桜の写真をこうバーって入れておきますけれども、はいはい、例えばその今回撮った桜の写真とかですけども、さっき言ったちょっと西尾さん見るっていう言葉を使いましたけれども、実際見てないわけじゃないですか。そうですね。そう、その何なんですかね、難しい話。例えばなんですけども、雨の情景と通常雨の中桜を見に行く人って少ないわけじゃないですか。その例えば時間帯によっても違うわけなんですけれども、その例えばなんですけどまた多分一緒に行く人にもとても変わってくると思うんですよね、情景が。その辺は何かあるんですか、西尾さんの方で。例えばまあもう西尾さんの中で雨の桜って言うともうピンポイントじゃないですか。そうだね、そうですね、どうですかね。そこはそんなに決めずに、僕の、まあ、今まで見てたその記憶の中から呼び出して使ってるんで、あれなんですけどね、よく言われますよ、僕がメール見ましたって返事書くと、はい、なんか見えてないのになんかおかしいんじゃないのっていう後でよく言われたりしますけど、あれね、僕が、まあ、ちょうど失明で昔見えてて、はい、今見えないじゃないですか。それがね、こう見えてる感じなんです。それはね、実際にまあ、脳の中の状態で言うと、見えるか見えないかは脳の中が決めることなんですね。でそこで認識した時に見えるっていう感覚になるんで、もう実際ものを見てるかどうかはねあんまり、まあ、関係ないです。メールを見たりテレビを見たりっていう風になると実際に見てるっていう感じになっちゃう、ね、どうしてもそうなるんですね。だから表現的にはね、そうですよね、それは全然僕も先天網の方でもそういう会話に、なるわけじゃないですか。そうですね、先天網の方って見えた経験が一度もないですけども、はいね、はい、見る見るって言いますよね。で、まあ、それも結局言語ゲームじゃないですけれども、そうでおっしゃる通りその脳の中の解析の部分とかが一緒になるので、それはあれなんですけど、その なんていうんですかね、どの段階でそのイメージ、そのなんか写真にしたいっていう、いわゆる見たっていう感覚になるのかっていうのが、なんていうんですかね、その辺が。西尾さんの写真いっぱい見てますけれども、なんていうんですかね、その時々この写真あんま良くないみたいなあるじゃないですか。その段階でも自分の中でイメージとしてはもうできてるのか、それともその なんていうんですかね、どれが OK カットには結構 OK カットみたいな感じで書かれるわけじゃないですか。そのどの段階ご自身の中で自分の中のイメージとして出来上がるっていう、そのなんていうのか、それがその例えば写真撮る前からもう出来上がってるものなのか、撮っていく中でこうどんどん変わっていくのかっていうのが、まあ、それはまあ変わりますよね、撮ってる段階で。最初に描いたイメージと実際に撮った写真比べて、まあこれダメなやつもありますよね、だから当然ね、あこれいいなと思うのはありますよ、とは自分の中で修正が起きるわけです。で撮った方を これにちょっと近づけようと、イメージをね。でだんだんと自分のその中にこれがいいっていうものがだんだんできてくるっていう感じなので、どうですかね、
やっぱりさっき言ったみたいに何回かかかりますよ、うん、自分のこうお気に入りのこういう感じができるまでには、うん、おそらく3回ぐらいね、うん、同じ場所に3回ぐらいに行って、うん、でこう時間帯変えて撮ってみたいな、うん、そして自分の、 あのこう絵っていうかね、自分の好きなこう写真が頭の中に残るんですよ、うん、一回残るとねもう消えないですね、うん、あの後でパソコンの中見ても、うん、あのパッと日付でこの写真とか見てもすぐ思い出せるんです、その情景をね、脳みそってやっぱりそういう点ではすごいですね、うん、一回できたイメージはかなり強烈に残ってますね、うんうん、その時間をかけるっていうのは僕もすごい分かるんですよね、うんうん、やっぱりその結局写真って突き詰めれば視覚表現なんですけれども、うん、僕ら写真家っていうか、うん、あの写真撮る人間はそれまでに必ずプロセスがあるわけなんですよね、うん、そのプロセスが結構僕も重要であったり、はいはい、そのプロセスの中でいろいろ個人的に知ることがあるので、うんうんうん、その写真一枚パッと見せて、まあ、鑑賞者は多分それしか見れないことが多いですけれども、うんうんうん、そう結局いろんなプロセスを経て上がってきたものなので、はいはいはい、それはそうですね、うん、そう、うん、でプロセスを使いたければそこに対して言葉を入れてやる、うん、入れるわけです、そういうのはあると思うんですけど、やっぱりあのこれ特に尾崎さんたちなんかモデルさんを撮るときはモデルさんとどれぐらい深く知り合えるかで全然出てくる写真が違ってくるでしょう ね、うん、ね、いきなりパッといて撮るよりはね、うん、その辺はそうですね、難しいです ね、 ね、うん、でも風景もねきっと同じだと思うんです、うん、何回も行って何回もそこと出会ってくるうちに、うん、だんだんとなんか風景がと自分が近づいてくるみたいなね、うん、そういうことがありますよね、うん、あじゃあちょっと風景でちょっと写真家の人からもらったあれなんですけど感想で、今回その風景とかいろいろやって、西尾さんを撮って今回初めて個展っていうか展覧会をされたじゃないですか、はいはいはい、それによってなんかまたこう心境の変化であったりとか、いやありましたね、あめちゃくちゃありました、どの辺がやっぱり、いやもう見せたら楽しいみたいな感じで、あみんな来てくれたら楽しくてしょうがないみたいな感じで、いやもうまたやろうと思っていやもうやりたくないとか言ってたのにそうですね、散々断ってましたねもうやめつけないよ。西尾さん、前日言っておくと、はい、あのみんな来てくるのは3回目ぐらいまでです。そのうちこいつはもうこういうのやってるってなると、みんなあの熱心な人は来てくれる。そうですね。そうですね。3回目ぐらいまで。みんな飽きられないようななんか写真を撮っておかないといけないんですけどね。うんうん、あ逆になんかその来たお客さんからあの聞いてなんか。例えば自分の写真の感想が変わったりとか、うん、なんかいろいろその辺っていうのはどうなんですか。あのね、僕はあの、まあ、今回の写真展やるまでは自己評価はねすごい低かったんですよ、うん、いやこんなの撮ってていいのかなと思ったけど、うん、みんなね結構来てあのまあまあいい評価してくれるんですよね、うん、あのおだててるだけなのか、うん、かもしれないですけども割といい評価してくれたんで、うん、あのちょっと良かったなと思って自己評価上がりました。自分で言うのもなんですけど、写真そのものに何か影響が出るとか、例えばこういうのが言われたからこうしてみたいとか、なんかそういうのあったりとかします。ああの多分ね、あの無駄な写真をあまり撮らなくなるかもしれないですね。あのイメージがね結構決まってきたというか、うん、こういうのが自分好きなんだなっていうのがかなり決まってきてるんで、うん、もう少しこうシャープになったり、うん、あのターゲットがきっちりしたりね、うん、というのになるかもしれないなと思うけど、うん、逆になんかあの西尾さんコンビニのイメージがつかないとかおっしゃってたじゃないですか。例えばなんかそういう自分の全然知らないものを撮りたいとかって、はい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 、なんかそういうのとかっていうのはありますか？ありますね。ありますね。まあ何でもいいですけど、例えば、はい、いやまあそのコンビニで言えば、はい、そのコンビニを知らない自分が撮る写真って面白いと思うんですよ結局。あのコンビニを知ってる人って多分見てもつまらないと思うんです。コンビニ見てもつまらないと思うんで、ただ僕コンビニ知らないんで、どういう外見でどういう特徴があるのか知らないまま撮るっていうのが多分ね面白いんじゃないかなと思うんですよ。実際にまあコンビニ撮ってみても面白くないかもしれないけど、知らない人が撮った方がね多分面白いと思う。まあそうです。何でもね。その目線はね持っていたいなと思うんですよ。
もう興味津々で撮るみたいな感じですね、うん、もう全部知ってしまった人が撮るんじゃなくて、うん、もうこれから何でも知りたいみたいなこう目線で撮ると、うん、その中で多分写真にそういうのが現れると思いますね、うん、あれ実際写真をセレクトした方っていうのはお一人の方ですよね。いや、2人関わってます。あ、そうなんですね、はい、その方たちは撮影に同行もされることが多いんですか。一人はもう完全に同行してもらってますけど、もう一人は見る専門っていう人がいます、ね、デザイナーさんですよね、はいはい、そのなんか二人いらっしゃってなんかそれぞれ違いがあったりとか、なんかもう全然違いますね見る人によって全然知ること違うんで、ね、今回はねまあ普段写真をパソコンでチェックしてくれてる人は、うん、非常にきっちりした人なんですね。もうちょっと曲がってると、ああ曲がってるとか、はいはい、こう構図がちょっともうちょっと右に置いた方がいいとか、ね、うん、まあ、それ非常にきっちりしてる人なんで、うん、一つの、まあ、基準になってます、うん、でそこから別の人が見ると全然こうそうこうきちっとしてない部分を面白いと思ってセレクトする人もいて、うん、その辺はねもう人によって全然違うんで、うん、そうセレクトしてもらう人を、まあ、こちらが選ぶみたいに なっちゃいますよね。ああ、西尾さん的には、ね、どっちの方がいいっていうか難しいですよね。で なんていうんですかね、これも難しい話で、型があっての型破れなわけなので、そう、型がなかったらもそもそも型なしになるのでどっちがいいのかっていうのは難しいところですけど、もともとが何ていうんですかね、例えばちょっと西尾さんだと抽象的なやつも結構多いじゃないですか、影であったりとか、はいはいはい、具象化っていうよりも、うん、目が見えてる時とかに何かそういう、例えばそういう絵が好きであったりとか、いや、そこは見えてる頃はね、はい、まず絵そのものが好きじゃなかったんで面倒くさい見るのが、ね、ああ好きじゃなかったんですが、うん、どっちかというとでも抽象画が好きですね。今ね、見えなくなってから絵を見に行くっていうのも、うん、抽象画とか現代アートは結構好きですね。なんかそこにちょっとなんていうんですかね、見た人のこう気持ちにこうちょっと刺さるような感じのね、うん、うん、まあ、きちっとした風景写真もねいいんですけどね、うん、なんかこう突っ込みどころがないじゃないですか、ね、柔らかみとか崩れた感じがちょっと僕好きなんで、はい、その抽象的なもの好きですね。うん、はあ、一歩間違えると何これっていう写真になっちゃいますよね、抽象写真はね、うん、あそこなんか難しいなと思って、うん、はあ、難しいですよね、そこがね。うん、まあ2枚ぐらい 2パターンぐらい今、はい、これこういうのを撮りたいというのが頭の中にあって、はい、でもうずうずしてるんですけど、はい、なかなかいけないんで、はい、そうですね、イライラするんですよ外出でまたあれじゃないですか、花瓶とか割ってライトつけていやいや、それもいいけどね、駅とか行きたいね、駅ね、駅行きたいんで、今人いないですよ、いないですね、今ダメですよ、ダメ、駅行っても今人がいないんで、ダメですから、ね、あ、まあこれが収まったら、うん、そうです。この動画が面白かったと思う人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お先に失礼します。